山田です。 Go ツアー4円グローバルがもう間もなくと、差し迫っております。皆様事前準備進んでいますでしょうか。こちらのね Go ツアー4円もうすでにですね、これの先行イベントという形で、Go ツアー4円ラスベガスというものが開催されました。で私ですねこちらの、先行イベントの方にですね、まあ同日、2日間開催ありまして、両日ちょっと参加させていただきまして、ここに参加したことで判明した Go ツアー4円グローバルですよね。でこういう風に動いた方がいいんじゃないかとか、あとは基本情報ですよね。分かっていなかった基本情報、この辺をですね、事前に知っておくことでより効率的に、Go ツアー4円グローバル、こちらをね日本にお住まいの方やこちらの動画をご覧いただいている方ですね、動けるんじゃないかというふうに思って撮っております。なのでこちらの動画ですよね、イベントの若干のネタバレを含みます。なので完全に新鮮に楽しみたいという方はこちらの動画向いていないかもしれません。逆に効率的にやるんだったら多少のネタバレはもう食らっても大丈夫と、それよりも当日損しないことの方を優先したいというそういう方はですねぜひぜひ見ていってください。大きく分けてですね今回の Go ツアー4円の野生の新規の色違い、これについてのお話と、皆様やはりご注目している原始海域原始グラードン海洋画について、その他今回の限定ピカチュウやあと当日でのタスクですよね、あとはボーナス今回イベントピカチュウいろいろ発生するんですけども、この辺についてのお話もね、少ししていこうと思います。ということで Go ツアー4円グローバルを効率的にやるために Go ツアー4円ラスベガスから学ぶべきこと、今回はやっていこうと思います。そしたらやっていきましょう。はい、それではですねまず今回、捕獲できる色違いについてのお話ししていこうと思います。今回Go ツアー4円とね銘打たれているだけあって、4円地方のすべてのポケモンですよねが色違い解放、まあ今まで実装されていなかったやつらがゲットできるようになるんですけれども、そのポケモンっていうのがですね、まあ本来別にGo ツアー4円と関係ないんですけど、アンノーンですよね。はい、応援地方と関係ないアンノーンプラスで、11種類の、ポケモンっていうのは今回色違い新規実装されます。アメタマ、ゴクリン、サボネアの、本人プラス進化系、あとはコータス、トロピウス、ジーランス、これは本来日本で取れない地域限定ですね。あとはカクレオンと、あとジラーチというふうになっております。ではこの中でですねまず野生で捕獲できるのはどれかというとですね、アメタマ、ゴクリン、サボネアですね。これ時間帯によって出現するポケモンが切り替わる中にこいつら含まれています。この3匹ですね、ラスベガスの方ではですね出現率自体は結構高かったです。まあ本当にその野生のイベント対象みたいな、そういった感じになっているので、捕獲自体は正直難しくありません。数稼げるかなというふうに思います。ただし、Go ツアー4円ですよね、こちらまあイベント中にですね1時間ごとに出現するポケモンたちってのはどんどん切り替わってくるので、そもそもこの3匹ですよね、だいたい2時間ぐらいしか厳選できないんですよ、込み込みで言うと。なのでこいつらが出ている時っていうのはしっかりと集中してタップしていった方がいいと思います。ただこの3匹に関しては今後何かしらのイベントでピックアップされる可能性っていうのはもちろんございます。スポットライトアワーとかの可能性もね全然あり得るタイプのポケモンなので、まあ今回取り逃してもまあそこまでこう気を落とさずにっていう風にちょっと思います。それ以外のところですと、コータス、トロピウス、ジーランスですよね。はい。この3匹ですよね、10キロ卵の中に含まれますよと事前に言われていました。で、これ、イベントでですね、参加してみたらですね、野生での出現やタスクでの出現っていうのはやはりありませんでした。つまり、10キロ卵のみにどうやらなるっぽいんですよ。これめちゃくちゃ大変です。この3匹をですね、実際10キロ卵を当日稽古僕割ったんですけど、少なくとも初日ですよね。まあ、3匹必ず出るんで、そういう意味では絶対入手できるんですが、色違いとなると、まあ、10キロ卵ですしね。僕ロケ動画で結構10玉割ってると思うんですけど、ラスベガスボーナスで、不可距離が短縮4分の1になるってボーナスがあったから、いっぱいできましたし、あとはその、10キロ卵の排出率アップみたいなやつをですね、これ課金すると、チケットで課金すると、なんかついてきたんですよ。それつけたから早いだけであって、基本的にはむちゃくちゃ大変だと思います、これ。なので、これ3種コンプリート自力っていうのは、もう朝から晩まで一切足止めずに卵割って、もうなんだろうずーっと小走りぐらいの感じじゃないと無理なんじゃないかな。だからここは1種類取れたらもう大ラッキーぐらいの感じで、
いいんじゃないかなと思います。そしてかくれんぼについてですね。これかくれんぼ本来ですね、ポケストップですよね。から出現するポケモンなんですよね。ポケストップをタップして、こう回そうとするとですね、こう、半透明な状態になっていると、かくれんぼが張り付いていて、こいつを引き剥がすことで、まあ、出現して、こいつを捕獲すると。で、これね、めちゃくちゃ普段出現率低いんですよ。かくれんぼそんなに取れない。1日ポケ活してたけど、今日かくれんぼ見なかったな、なんてことザラだと思います。なんですが、今回ですね、ラスベガスの方では、かくれんぼ出現率ぐるっと引き上がっていました。で、これボーナスというふうに言われていなかったので、おそらく、グローバルイベントの方でも出現率アップしてくれるんだと思っています。で、かくれんぼですよね。普段出ないということは、こいつも今回色違いをもう重点的に狙った方がいいポケモンというふうになります。なので、これちょっと個人的な立ち回りのおすすめなんですけども、ゴーツアフォーエングローバルですよね。いっぱいポケストップ回りましょう。さっきも言った10キロ卵ですよね。これいっぱい回収していっぱい回した方がいいんですよ。なのでまず卵回収の効率を引き上げる必要がありますよね。かつまあいっぱい歩く、ってなってくると、つまり卵を取るためにも、そして隠れ音を見つけるためにも、ポケストップひたすら触るということをした方がいいというふうになります。なのでポケ活ね、ポケストップ多めの場所でやるようにしましょう。ちなみに隠れ音なんですけど、一度出たポケストップですよね。時間を置いたらまた出てくること普通にあります。で今回ね確率上がっているので結構そう最脇みたいなことする可能性ありますので、あそこも隠れをさっき取っちゃったしなと思わずですね、もう一回こう往復してみるとか、してみてもいいのではないでしょうか。でジラーチなんですけど、これ続行リサーチという課金することで入手できるやつですね。これの報酬として入っているんですよ。なのでまあ正直現時点で、こいつがそのどういう風にしたらいいのかっていう話はちょっとねないです。はい。で、続行リサーチの内容っていうのがですね、そのラスベガスと、そうじゃないタイミングですよね。グローバルの方で、どうやら異なるということなので、ちょっと僕の方から、言えることってのはない状況です。すいません。そしてアンノーンの H 型についてもね、お話しするんですけども、今回アンノーンですよね、何パターンか出てきちゃうんですよね。なので、この H 型しか出ないってわけではないので、そもそもの色違いアンノーン H 狙い結構大変です。ですし、そんなに多く出なかったかな。これ H 型今回でスパッと取れた方はね、相当なラッキーと思っていいじゃないでしょうか。続いて限定コスチュームのピカチュウについてです。今回方炎帽子ピカチュウと方炎リボンピカチュウというのがね、2種類出てくるんですけども、これ2匹ともですね、まあ野生で一応出ます。なんですが、あんまり出なかった。そんなにね、バン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 出る感じじゃなかったので、まず出現していたら絶対タップしましょう。優先タップでいいと思います。それぞれ色違いね、狙えますからね。タスクはどうなんだっていう話、あると思うんですけども、今回僕が、その会場ですよね、ラスベガスの会場内でポケストップ、まあ、全部ほぼほぼ回ったのかな。8割ぐらい全部回したんですけども、この2匹が出てくるタスクっていうのはですね、まあ、一応あったんですけど、全然数なかった。このバランスの調整がされたら嬉しいなぐらいの感じで、だからこの2匹の色違いが欲しくてタスクっていうよりも、だからもう結局これは野生になるかなっていう感じですかね。そしてそのタスクについてなんですけど、今回ゴーストタイプですよね。方園地方のゴーストタイプがゲットできるタスクっていうのがですね、今回あるんですよ。なんですが、これがですね、イベント会場のその僕のロケ動画見ていただいた方はもうすでにご存知だと思うんですけども、ね、文字が消されてるんですね。何をするべきなのかっていうの、普通こうタスクって書いてあるじゃないですか。あれが、なんか、文字化けじゃないですけど、なんか一部分消されてる穴開きの状態で、今回配布されました。なので、パッと見てこれなんだってなる、感じのタスクっていうのが出てきちゃうんですが、まあ、正直ね、これ多分解読ささっとできるものではあるので、で、どうしても自分で分かんなかったら、SNS ですよね、Twitter とか、そういったところで情報収集すれば、もしくは攻略サイトですよね、イベント期間中に多分更新してると思うので、そういったところをですね、チェックしてみてはいかがでしょうか。そして、ここからレイドについてなんですけれども、まずこのレイドの話をする上でですね、ルビー VS サファイアチャレンジを説明させてください。皆様、すでにですね、手元にですね、こう配布されているチケット、ゲージの呼び声、っていうタイトルがついているチケットあると思うんですけども、これ全部クリアするとですね、ルビーとサファイアのどちらかの陣営につくかっていうのを決めることができるんですよね。で、この選んだ陣営それぞれがですね、まあ、このイベントを開催時、ゴーツアーホエングローバル開催中にですね、それぞれどっ
ちがリサーチタスクをこなしたのかみたいなっていうところで、こう優劣が決まるんですね。でこの優劣が決まった時に、より勝っていた方のボーナスが反映されるんですけども、このボーナスにですね、レイドの出現率も影響するんですよ。ルビーの方が優勢だったらグラードン、サファイアの方だったらカイオーガがレイド出現しやすくなるんですけども、これ結構偏ります。普段だったらなんか55のところ、50-50のところが、なんか8-2ぐらいまで、なんかその結構変わってきちゃうんですよね。なので、もうグラードンだけやりたいとか、カイオーガだけやりたいとか、そういうふうに思ってる方は、もうしっかりとそっちの陣営として、タスクこなした方がいいです。なんか若干かなと思ったら大きく左右するということを覚えておいてください。で、皆様お待ちかねの原始回帰ですよね。はい。まあ、こちらもね、すでにそこ単体で動画がまあ公開されているので見ていただいている方もいらっしゃると思うんですけれども、原始回帰、めちゃくちゃ大変でした。はい。まずですね、原始回帰をするのにですね、エナジーが400必要ということが判明したんですよね。グラードンで400、カイオーガで400、両方とも必要です。で、今回このメガエナジーがですね、貯めるのも大変なんですね。通常の伝説レイドとかメガレイドよりも、この原始回帰、原始レイドの方が難易度が高いです。CP が高く、耐久も高いということで、いつもよりもクリア人数が必要ですね。さらに、人数がいたとしてもクリアに時間がかかると。原始回帰っていうのはメガ進化、メガエナジーとかと使用上同じだったので、つまりはスピーディーに倒すほどにエナジーがいっぱい獲得できるといった感じになっているんですね。なのでもう耐久が高いイコールあんまりスピーディーに倒せないんですよ。まあ僕今回イベントを参加してレイド結構やりました。なんですが、もらえるエナジー一戦ごとに60から90の間に収まることが多かったです。だからこれ60だった場合、7回戦わないとメガ進化をそもそも1回できないということなんですよ。これめちゃくちゃ大変です。なのでこのカイオーガとグラード今回厳選できる機会少ないじゃないですか。なんか両方ともまんべんなくやっていってもまあもちろんいいんですけど、一旦集中、どっちかに集中して次集中こっちっていう風にやった方が結果いいんじゃないかなとかちょっと個人的に思っちゃいました。で、原始回帰のねエナジーについて、補足説明すると、1回目ですよねに必要なの400なんですけども、2回目3回目っていうのはですね、まあ1週間待てばエナジーなしでメガ進化できるんですけれども、原始回帰のこのレベル、まあメガレベルと同じですよね、上げたいという方はですね、まあ最短で上げようとするとですね、これ80必要なんですよ。で、メガレベルって1、2、3段階があって、2段階目に持っていくためには全部で7回分必要なんですよ。メガ、原始回帰する回数がね、必要なので、結果メガレベルを2まで引き上げるのに必要なのは、最初の400合わせると合計で880とか、それくらい必要なんですよね。この時点ですごい重いですし、で、その後、さらにこう、まあ、メガレベルみたいな、原始回帰のレベル、マックスに持っていくの。ここがね、ちょっとまだ数値がわからないんですよ。これ全部上げられてる方が現状この動画撮ってる時点はいないので。なんですが、まあ、おそらく、まあ、一体2000ぐらいは必要なんじゃないかなと、ざっくりとした計算すると、それくらいになってくるんじゃないかなというふうに思います。なので、グラードンとカイオーガのエナジーをそれぞれ2000ずつ、無理くねっていう話なんですよね。はい。レイドでこれ全部集めようと思ったら、野生の色違いとか、そういうの捨てなきゃいけないんじゃないかっていうレベルで大変でした。もちろんこれラスベガスからグローバルになることで、エナジーの修正ですよね。もらえる数の修正とかが入る可能性があるんですが、一応同じ仕様で行った場合でちょっと説明させてください。メガエナジーと同じで原始回帰のこのエナジー、相棒ポケモンをこの原始回帰ですよね。一回登録したやつをですね、据えて歩くことで、これエナジーもらえます。なので、これもちょっと有効活用するっていう視野に入れてください。まあ、原始回帰グラードン海洋がですよね。一回登録した個体だったら、相棒にして一定距離歩くことによって100エナジーもらえます。で、これ結構でかいですよね、100ってね。はい、一回のレイド分よりも多いわけですから。なので、まあ、これはちょっと有効活用してほしいんですが、残念ながら、グラードも海洋も伝説のポケモンなので、相棒にした時にエナジーや飴をくれるまでの距離が長いんですよ。20キロ必要なんですよね。なので、まあ、毎週50キロは基本的に行くかなとか、そういうトレーナーさんだったら、まあ、週に200エナジーとか、
もらえるので、まあそこもちょっと使ってみるのがいいのかなと。だって毎週200もらえたら月に800とか、それくらいはもらえるので、それを考えたら、そのパンパンに、レイドで2000貯めなくてもいいかもしれません。ちょっと再三にはなるんですけども、原始回帰、本当に強いので、少人数ですよね。もう1人、2人、3人とかでは挑戦しない方がいいです。そのパーティーにもよるんですけど、もう10人パーティーとかでも制限時間半分とか、もう150秒ぐらいの時あったので、もうもっとかかった瞬間もあったので、少人数プレイはちょっとおすすめしません。できる限りたくさんの人数でですね。だから本当に理想はもう2桁以上ですね。で、戦った方が安全かなというふうに思います。しっかりと弱点をつくパーティーを組みましょう。あとはですね、当日ですね、限定のスペシャルリサーチが登場するんですけれども、こちらイベントが終わった後ですよね。ちょっとまだ始まってないので分かんないんですけども、イベント中にこなしてくださいみたいなものの可能性もあるので、これ皆様ご注意ください。あとね、これはねぜひ聞いてほしいんですけど、今回のゴーツァー放映もですね、もうポケモンシリーズのですね、もう作曲をずっとやってこられてた増田さんですよね、がまた新たに特別な BGM っていうのをですね、今回もね作って流しています。大雰囲気があるんでね、こちらぜひぜひ皆さん聞いてみてください。あとこれね結構抜けちゃいそうなんで補足で言っときます。ゴースナップショットのサプライズで、今回ラティアスとラティオスですよね、がそれぞれ、まあ、自分が、ルビーとサファイアどっちか選んだ、どっち選んだかによって変わるんですけども、これが出てきます。で、これですね、イベント会場で入手したやつ CP 低めのやつだったんですよ。なんか PVP とかで使えるやつか、はい、ってなっていました。なのでまあこれは忘れずにね、皆様取っておきましょう。はい、ということで、まあラスベガスでのですね先行イベントで判明した情報で、まあそのグローバルイベントが始まる前に、知っておいたら効率よくなるかもなみたいなものを今回ちょっとまとめてお届けしました。もうほんとね、この動画公開の週ですよねにはこれ始まりますんでね、いやちょっと結構ドキドキするよね。まあ僕もさ、こちらラスベガスやってるけど、ラスベガス慣れない土地だからさ、だからもう完璧な効率でやれないの。日本の方が正直僕も本領発揮すると思っているので、ね、ちょっとそっちで日本でのね、プレイも、ね、倒していこうと思います。よろしくお願いします。ということで今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私はまだ Twitter、Instagram やっております。よかったらフォローお願いします。山田ゲームチャンネル、サブチャンネル、ポンタのチャンネルございます。もしよろしければこちらもチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイ。